ドラえもんのび太のパラレル最有機は、1988年3月12日に公開されたドラえもん映画作品。原作漫画は存在せず、特集記事が月刊コロコロコ,ロコミック1987年12月号から1988年4月号まで掲載された。映画シリーズ第9作。原作は藤子、F、藤尾で藤子藤尾コンビ解消後の、 ドラえもん映画第一作目である。同時上映は、エスパーマビ星空のダンシングドール、ウルトラビー・ブラック・ホールからの独裁者 BB。本作は、西遊記がモチーフであり、当の時代の中国を舞台としている。ストーリーは妖怪に支配される、パラレルワールドと化した世界を修正するため、のびたたちが、西遊記の登場人物に噴して、ドラえもんと共に、妖怪たちと戦うというものだが、 過失とはいえ、ドラえもん自身が仇役を生み出してしまった点で、他の作品と一線を画している。この戦いの際、のび太が、孫悟空、ジャイアンは、著八回、スネオはサゴ城、静かは、三蔵法師の役についた。また、映画作品として、ドラミが登場したのは、のび太の魔界大冒険以来であり、本作でも、同作と同様にドラえもんたちの危機を救う。また、 今作はドラえもんの秘密道具を発端として発生した事件の影響が世界規模で現実世界に悪影響を及ぼしてしまうという展開となっており日常の中の非日常どんな歴史を揺るがす大事件であってもなるべく仲間内で解決し一般社会には影響を残さないというシリーズ作品のテーマ原則を覆した初の作品であるともに 妖怪が人間を皆殺しにして取って変わるという衝撃の事実が明かされる、ロビットたちが妖怪と化した両親の姿におののくなど、ホラー色が強い作風となっている。本作の制作時、藤子、F、藤代が体調不良で入院していたため、ゾン時イジのドラえもん映画作品の中では、唯一、原作漫画の大長編ドラえもんが描かれていない。このため、 自作、のび太の日本誕生以降は、大長編と映画で番号が一つずつずれることになった。その代わりとして、映画のフィルムコミック上下巻が初めて発売され、表紙絵を藤子が描き下ろした。これを皮切りに、以後の作品でもフィルムコミックが発売され、本作以前の作品も後に発売されるようになった。また、ドラえもん映画の中で、作者名義が、 藤子藤尾となっている唯一の作品である。脚本は元平良が担当したが、最有機の世界というアイデアは藤子 F 藤尾本人から出されたものである。大阪府の万博記念公演で開催された公開イベントでは、同1988年制作の熱気球、夢気球、ドラバル君が公開され、藤子 F 藤尾や大山信夫も登場した。後に、 地球温暖化などが大きな問題として取り上げられたことに先駆け、クリーンエネルギーによる乗り物として作られたものであり、同様の試みは、空へモンゴー、南海大冒険での帆船ドラリンマル、翼の勇者たちでの熱気球、バルエモン、不思議風使いでの大凧、ドラ、で、カイトへと続いた。東方法がけ春のドラえもん映画シリーズで、藤子不二雄が原作の作品と、 閉映される最後の作品となった。ドラえもん映画としては、モノラル音源並びに、昭和時代に制作された最後の作品となった。ある時、夢の中でのびたは、主役の孫悟空になりきっていたが、丸い球体に落書きをしたつもりで、釈迦になっていたドラえもんの手のひらに捕まってしまい、勉強第一というレッテルを貼られた巨石に閉じ込められる羽目になった。夢から覚めたのびたは、 小学校の新入生歓迎会に際し、のび太の提案によって、最有機の劇をやることになった。孫悟空役をやりたかった、のび太であったが、孫悟空役は出来すぎに取られてしまい、のび太は提案者であるにもかかわらず、村人その一という早くで、セリフも、助けてくんろう、のみだった。孫悟空が実在すると信じるのび太は、本物に似ている人が、 孫悟空になるべきだと主張し、タイムマシンで七世紀のシルクロードへ向かう。そこで伸びたそっくりの孫悟空を目撃し、そのことを他の者に告げるも、そもそも架空のキャラクターであるはずの孫悟空の目撃談など誰も信じない。このため、もし孫悟空がいなかったら、ドラえもんの道具を使い放題との約束で、静かたちを連れ、再び、塔へやってきた、伸びただったが、すでに、 孫悟空はいない。仕方なく、ドラえもんの秘密道具、ヒーローマシンで伸びた自ら孫悟空になりすましたものの、調子に乗って、ボロを出し、結局バレてしまう。伸びたは、嘘つき扱いされ、ドラえもんの道具を使い放題という無茶な約束に、従わざるを得なくなり、現代に帰還したジャイアンたちは、伸びたも入れて、ヒーローマシンで最勇気を始める。コンピューターの判断で伸びたは、 孫悟空、静香は、三蔵奉仕、ジャイアンは、ッ八イ、スネオは、ジョ城となるが、何にもしていないのにゲームクリアになってしまう。その後もママが、怪しげな料理を振る舞ったり、パパの影に、角が見えたり、奇妙なことが続く。翌日、のびたたちは、学校で最有期の劇の練習をするが、悟空ではなく、牛魔王が勝利して、三蔵奉仕を食べる結末になっていた。さらに、 出来すぎの頭には角が生えており、先生に至っては怪物に変身。逃げ出したこの人たちは帰宅するが、母親たちも変貌していた。原因はドラえもんが、当の時代でヒーローマシンを使った際、起動状態で放置していたことから、最有機の仇役である妖怪たちが、現実世界へ飛び出し、三蔵法師を食い殺して徐々に進化し、 人類を滅ぼして成り変わったためであったことが判明する。元の世界に戻すには、唐の時代へ戻って、妖怪たちを一匹残らず倒すしかない。ドラえもんは、ヒーローマシンで、のびたたちを悟空たちに変身させ、再び唐の時代へ向かう。ヒーローマシン内のキャラクターは、ヒーローマシン内のキャラクターを参照。当時のブームを反映し、ビデオゲームを意識した作りとなっている。 以下のほか、妖怪によって支配された歴史では、各キャラクターの家族や先生、出来過ぎやその生徒たちも妖怪になっていた。モチーフの最有機でも使用される道具。スピンオフ作品なども含めると、どれも同様の効果を持つ秘密道具が存在するが、これが同じ道具であるかは不明。なお、これ以外に、ドラえもんでは、孫悟空に由来する道具として、 クローンリキッド悟空も存在する。ドラえもん映画作品、ありがとうございます。